改めましておはようございます。すいません、机ご協力ありがとうございました。でこちらのグループなんですけども、画面が正面になるようにっていう趣旨でちょっとこう角度をつけてましたので、もう少し戻していただいて大丈夫かと思います。画面見やすいように、はい、それと空いてる椅子は抜いちゃいましょうね。はい、空いてる椅子は抜いてしまって、はい、広々とおかけいただくといいと思います。はい、ありがとうございます。さてさて、ということで、守谷をもっと良くしようプロジェクト、だいぶ進んでまいりました。いつもの通りですね、どんなプロジェクトだっけというのを確認するところ、どんなプロジェクトだっけっていうのを確認するところからスタートしていきましょう。毎度毎度ですけれども、目指すところ、コーディネーション、ファシリテーション力などの社会力を身につけ、地域課題解決に向けた共同のまちづくりプロジェクトを企画提案できるようになっているというのが、この講座としての、ゴールはここまでですね。で最終的にはそれを実行できるところまで、行きましょうというのが、この講座の目指すところでございます。で、進め方として前半後半に分かれていましたけれども、1ヶ月間が空きました。その間がインターンの時期ということでしたので、今日からもう後半と、いうことになりますね。いつもの通り皆さんが主役でございます。共にプロジェクトの提案を目指すというのが、皆さんのお役目で、私がその進行役ということでお手伝い役をしております。お約束もいつもと同じです。体験から学ぼう、お互いから学ぼう、楽しく学ぼう。そして、どんどん気になることがあったらご質問いただけるとありがたいなというふうに思っております。で今日のテーマはファシリテーション、いうことでございますが、今日はですね、最初にもう皆さんにせっかくインターンにもね、インターン時期がありましたので、それをちょっと体験を共有する話し合いをするというところから今日はやってみようかなというふうに思っております。時間ちょっと多めに取りまして、おおむね30分ぐらいというふうに思っています。はい、で何をお話しいただくのかというとですね、これがお題です。インターン期間がありました、それぞれいろいろな体験をしていろいろなことを学んだことと思います、せっかくですのでその学びをグループで共有をしようと。でその上でグループのみんながそうだねって納得できるような、そのインターンから得たその地域活動のポイント、これをグループで3つぐらいにまとめてみようということです。はい、でポイント、できればほにゃららをうんたらすることが大切みたいな、そういうようなパッと見て分かるような言葉にまとめていただくということでございます。先ほど、今日もどうせグループ会があるだろうという声が聞こえましたが、ちょうどいい感じの人数になっているのでこのまま行っちゃいます今日はこのグループということで、この5人ないし6人のグループで30分程度お話をいただき、それぞれこんなことを学んだよっていうのを共有した上で、地域活動のポイント、インターンから学んだポイントです、これを3つぐらいに、みんながそうだねって納得できるような形にまとめていくというのが今からやることでございます。はい、でこんな感じでお話しいただくといいかなっていうおすすめの進め方、別にこの通りやらなくてもいいんですけど、こんな風にお話しいただくといいかなっていうのをちょっと私なりに考えてみましたけども、3つぐらいの段階に分けてお話しいただくといいかなと思うんですね。まずは、それぞれのインターンの体験、私こんなところに行ってこんなことをしてきました、こんなことを見てきました、こんなことを聞いてきましたみたいなところをしっかりと共有していただくっていうのが必要かと思います。でその上でその体験から地域活動のポイントをそれぞれ
ピックアップする、抽出する、ね、まあ個人で考えてそれをみんなでこう上げていくっていうような、そういうような時間も必要かなと思っています。そしてその上で、ね、ああいろいろあるね、いろいろあるけれども、みんなが言ってることを集約すると要はこういうことなんじゃないかなっていうポイント、ね、言葉としてほにゃららをうんたらするっていうことが大切なんじゃないかな、ね、そういう形でまあ3つ程度に集約をするっていう、こんな感じで進めていくといいかなと思っています。でそうすると3つのステップで30分ですので、まあ、10分10分10分ぐらいでねできるかなという、まあ、これあくまでも私だったらこんな風にやるかなっていう例ですので、別にこの通りやらなくても OK、ね、ただお時間は30分程度というところは変わりません。で、発表はありません。でその代わりにお願いしたいのがですね、こちらに紙があります。最終的にこの A4 サイズの紙1枚に1個ポイントが書かれている、ね、A4 サイズの紙1枚に1個ポイントが書かれていて、まあ、3つ程度っていうことですので3枚ぐらい紙ができているっていうのが最終的なゴールです。でそうするともうお互い見るだけでね、ああなるほどこれがポイントだって話だったんだなっていうのが分かりますので、この紙にマーカーで太く大きく書いていただくと。でこれは最終的に使う紙はこれですけれども、他にも倍の大きさの紙がありますので、どんどんいろいろとね、落書きしたりしながらお話しいただいても OK ですし、もし使いたかったらこちらに、付箋紙、ポストイット、ね、これもありますので、もうお道具は自由に使っていただいて OK ということです。はい、以上が進め方でございましたが、大体ご理解いただけましたでしょうかね。いけますでしょうかね。もうお任せしちゃってよろしいですか。お時間11時10分まで、ね、11時10分になったら途中でももう終了と、ね、いうことにしようかなと思いますので、ね、じゃあよければもう早速グループでお話スタートしていただいて OK でございます。声をちょっと違う。よで。一応私はここの中に角さんのところの守谷の花の町づくり、のグループへ入って経験をしてきました。じゃあ皆さんそれぞれ。私行けなかったんで、ね。ああ、じゃあそう。順番に行くと、それともとりあえず書き出すかなとします。うん、まず話してみてさっていうことでどうですかね、うん、じゃあ私話しますね、はいはい、私は父がお世話になってた関係で筑西市の丸葉太郎というところに、行ってきました。で、そこで何をやったかっていうと、アドラカフェっていうちょっと私がアドラを勉強してた関係でちょっとそういう講座みたいな、毎月1回講座をやってくれないかっていうお話がありまして、でそれを、先週の日曜日にやってきました。で、参加者の方は、私の同級生だったり、あとその溜まり場太郎でお声掛けをいただいた方たちに参加していただいたんですけれども、まずこう主催者の思いがこういうものをやりたいっていうのがあって、それが地域のためになるんじゃないかっていう主催者の思いがあってスタートしたんですけれども、まずこう主催者はその
方たちにこういうものがあるから来てねっていうお声掛けをすると。でそれをまあ、私とこう共有しながら、あこういう方たちが来るよっていうことを話し合いながら、その講座を作ったんですけれども、でまあその時に、まあ、そのたまり場太郎をスタートする時に、まあ、自分たちの地域でなんか孤独な人がいないようにっていうそういうたまり場があって、みんな温かくこうできる、それぞれのこう音楽があったりとか食堂があったりとか、いろいろこう縫い物をしたりするクラブとか、いろんなこう活動をやってるんですけれども、それを、まず支える人たちが集まるまでにちょっと大変だったっていうお話を聞きました。まあ、自分たちはこうしたいっていうの、その、誰も孤独にならないようにそういう居心地のいい場所を作りたいっていう思いで始めたけれども、最初はオープンしても2人でご夫婦で始めたんですけれども、2人で2人きりの時もあったと。でそれがやっぱり浸透するまでに人集めとかいろんな声をかけるっていうことに時間がかかったけど、やっぱり最近、まあ、その場で高齢者の方が結構多いので、亡くなった方がいたんですけれども、でもその前にすごく歌を歌ってすごい楽しい感じで少し前にそのたまり場太郎に行って、その後亡くなったっていう話を聞いて、で最後にはそういう楽しい思いをさせてあげたっていうか、まあ、そういう場にいられたっていうことはやっぱりやっててよかったなっていうふうに感じたっていうことをお話聞いて、やっぱりこういう場はいろんなところに必要なんだなって感じました。以上です。質問して、はい、浸透させるためにどんな活動をしたかって何か話聞きました。やっぱり最初はこう社協とか市の社協とか、あと職員とか市役所の職員とかいろいろお声掛けはしたみたいなんですけれども、今はこう広告に載せていただいたりとか予定はね、そういうふうになってますけれども、なかなかやっぱり人づてっていうのが一番大きかったみたいですね。もうちょっとね、自分が一番似てくるのは、ご夫婦で始められて、はい、で徐々に、はい、同じ強さされる人が集まってきた感じ。そうですね。たまり場太郎って自分の家を開放したんですか。もともと喫茶店みたいなのをやってらして、でそのご自分の家は別にあって、でそれで、まあ、そこの喫茶店を辞めたスペースがあったので、まあ、そこが拠点になって、まあ、拠点があったっていうのはすごい大きかったみたいですよね。大事ですね、場所あるんですね。やっぱり土台だもんね、それほどね。ね、だから本当は、まあ、もっともっと毎日開けてオープンにしたいんだけれども、まあ、そこまではちょっと人の問題ですよね。私が知ってるだけで、まあ、20年ぐらいだと思うんですけども、でもそれぞれ こう音楽やウクレレのグループとギターのグループと、あとランチを作ってくれるグループと、あと何かお坊さんもいて、説法カフェとかもやってるんですよ。でそれもすごくロン毛のお坊さんで面白いんですよ、すごい。有料無料？
あ、それはね、あのコーヒー代が200円とか300円とかかかります。はい、で、あの NPO でもないので、うん、支えてくださるのは全てボランティア。そうですね、ほとんどボランティアですね。まあ、材料費とか、あと、まあ、うん、ほんの少し、謝礼みたいなのはあるみたいですけど、うん、でも月に何回だろう、第1第3土曜日がランチ で、あ、水曜日が毎週ランチなんですよね。で、土曜の午後とかにこう、あのギターとかあるんで、週に 3、4日ぐらい空けてる感じですかね。ご夫婦は仕事を今されてるんですか？今はもうあの県のお仕事をしてるっていうか、もうあのキャラバンで回ったりとか、あの養成講座を開いたりとか、あのそのあのサロンを開くため の、 あのそういうことをやってますね。なんかね、今はねちょっとホームページもあんまりちょっと充実してなくて、フェイスブックが主に、はい、実施されて何年ぐらい？何年か前に10周年とかっていうのをやったので、じゃあ10周年以上はやって12年はやってるのかな。で時々こう発表会みたいなのやって、あのなんていうんですかね、あの吉本じゃないですけど、ちょっとあの喜劇みたいなの劇の発表会やったりとか、ですごいこう音楽が、あのそのお坊さんもベース弾けたりとか、そう、あのギターが得意な人が何人かいたりとか、そのやっぱり音楽っていうのすごいいいですね。熟成して、昔の下館の街の中、そこもあるんですか？下館の街の中、そうそう、こちらの中、それからあの美術館 の、 あのちょっと手前なんですけど、あの場所的にはさ、あの分かりやすい場所、それとも分かりにくい場所、はい、それでもそれだけ継続してるっちゅうことはさ、うん、そうです ね、 ね、まあ、リピーターが多いっていうか、まあ、リピーターね、あるし、だからみんなでこう、あの、あの 鍵開け当番みたいなのもやってるみたいですし、それじゃね、あの去年ババラボも参加してたんだけど、ババラボの、あの、建屋の、南側に、そういうサロン風の喫茶店があって、でそこは結構ね、あの近隣の高齢者とかいろんな人が来てコーヒー飲んだり、あの適当に雑談したんで、奥にあの子供のプレールームっていうか、物は何も手なんだけど、その8時5時ぐらいの板の間があって、でそこで子供遊ばせたりとか、そこはね結構人が入ってるね。はい、あの玉井バタルの場合2階建てで、あの下でこう裁縫とかそういうあのことをやったりするグループいるんですけど、あの結構急なこう階段を上っていくんですよ。だからあのお年寄りの方は結構それがトレーニング。あ、なんとなくさ、急な階段っていうとなんか昔風の建物なんでしょうかね。そうですね、中はね、あのあれですよ、面白いですよ、あの昔の看板とか、コロナミシーだとか、なんかね、クラブに利用してるね、そんな雰囲気でもありますね。ねえ、毎回、ちなみに行かれた時何人ぐらい人もいるんでしょう？8人かな。8人。じゃあ近丸、そうですね、ですね。いや、そんな大した話じゃない。大した話じゃない。
それじゃあですね、私とりあえず身近なところということで、守谷花の祭り作りの会ということで、これ賀来さんがやられてる会なんですけども行ってきました。で、視点はね、どこにしようかなと思ったんですが、実は私アットタウン守谷をやってるんですけども、やはり組織を運営していくためにはですね、その時代時代のニーズに合わせて組織も変えていかなければいけませんねということで、どういう視点で変えていったらいいんでしょうかねって、こんなような思いで継続させるための方法というのは何かないでしょうかねって思いで行ってきました。で、守谷花の祭り作りの会を選んだ理由というのはですね、今年立ち上がったばかりの会なんですねということで、新鮮味があるということ、それからもう一つは新しい人が立ち上げるということで、そこから何かヒントになるものがあるんじゃないでしょうかねと思って行ってきました。で、行ったのはですね、守谷の駅の西口の TX の、 階段のところに花壇を作って、あそこで花を植えてまして、で行ったらですね、物の見事に花が咲いてましたね。綺麗でしたね。階段ずらーっと色とりどりの花が咲いてましたということで、会員の方にちょっと聞いてみたんですね。大変なところって一体どういうとこですかねって言ったらですね、相手がやはり自然だということで、自然を相手にするということでですね、ちょっとでも手を抜くとですね、花は生き生きと咲いてくれませんということで、生き生きと咲かせるためにどうしましょうかねというところがポイントでしたということみたいです。ということでですね、週3回会員の方が来て、当然水やりをやったり世話をしたりするということ、それから、月に1回会員全員がそこに集まってですね、打ち合わせをして今後どうしていきましょうかね、課題は何でしょうかねという話をですね、現場でやってましたね。ですね、20人ぐらいいますかね。で、ここの市民大学で卒業された方ですかね、2016年のその花のとかっていうコースがあったということで、その卒業生の方が集まってやってる会でした。それで、すごいなと思ったのはですね、未来志向をちゃんと考えてるんですね。2019年に先ほどの茨城国体があるということで、茨城国体に合わせてですね、もっとエリアを広げましょうということで、西口の294から入ってくる道があるんですけども、道ずっと花壇で埋めましょうということで、壮大な計画をお持ちということで、それもですね、自分らだけでは20人の力だけではダメなんで、周りを引っ込みましょうということで、周りの商店ですとか、あと住んでるマンションの方々、この人たちにも協力をもらって、一つ花作りをしていこうじゃないのということで、自分らだけでないというところがまたすごいところだなと思いましたよね。どうしてもやっぱり何かをやろうといった時に会主体になってしまって、周りを見るという目をなくしてしまうところってあると思うんですね。自分のゾーンの中に入り込んでしまうということで、同じ、レベルでいろんな人に入ってもらいましょうというところがすごいなって思いましたよね。ですから、ぜひ我々もですね、実は今5、6人でやってるんですけども、いろんな人に入っていただいて、いろんな意見を聞きながら変化させていくっていうことが必要なのかなというふうに思いました。それからね、具体的なところで言うとですね、草取りやらせてもらったんですね。草取りね、飯島さんやってみなさいよって言うからさ、やんとやったら本当にこんなのピッピッピッ抜けばいいんでしょって、ところがですね、周りの人を見ると違うのね。クワ持ってスコップとかシャベル持って、で根から取るのね。俺がやると植えなきゃってみんな抜けちゃうのよね。そんですごいなと思ったのは、その後にたまたまそのふれあい道路を歩いてたらですね、市で依頼された専門の人たちですかね、その人たちが木の整理ですとか雑草を取ることをやってたんですね。たまたまそれ見たらですね、同じようにやってましたね、桑でね。だから ああいうふうにやってやるのねということで、技術的な面もちょっと学びさせていただいたということでしょうかね。なんかお上品な生まれなんだね。え
た上品な丸上品上品ということでですね、その辺をちょっと学ばさせていただきましたということです。はい、以上です。はい、ちょっと私からちょっと私なんか止まってないんですけど、第2水曜日6時から京都マリアさんの方ではミーティングを開催されているということで、そちらの方に、6時からその日は8時まで参加させていただきました。ありがとうございました。で、本当にいろんな話があったんですがあったんですが、私が残ってるところをちょっとピックアップしてと思います。そちらの地域活動ポイント丸々することっていうことに合わせて考えると、伺ってて一番思ったのは、そのなさってる事業をどういうふうにその行政のニーズと合わせて、その行政を巻き込みながらやっているかっていうのが本当に大事だなと思いました。やっぱり何をするにしてもどうしても、先ほど飯島さんおっしゃってましたけど、いろんな人を巻き込んでっていうところでは人件費にかかってきますし、最近やはりボランティアといってもやっぱり何がしかのお礼っていうことも必要になってきますっていうような話がありまして、でこの時には、3年間の業務、委託計画の中で、市民団体のその冊子、以前作ってらしたそうなんですけれども、読んで楽しい、それを読んで、あ、こういう団体があるんだ、ちょっと行ってみようかなと思えるような、顔に見えるような冊子を、今まではおそらくその団体の方の文書というか、ちょっとした紹介なんですかね、を、センターのスタッフの方々がちゃんと取材をして、顔が見える形でそれを紹介していくっていうような形を、その時ちょうど出てたのは、ママモリさんの方で園の紹介なんかされてる、ああいうふうな形でちゃんとこう見えるような面白いものを作ったらどうかっていうふうな話をされてまして、人を巻き込んでいく、ああそれならばやってみたいと思うということは、やはりああそれは意味があるなとか、素晴らしいなって、やはりこう先ほど未来志向ってお話も出てましたけど、先を見据えて、じゃあ今これがどういう意味を持ってくるのかで、同じく参加されてた小坂さんが理念の話をされてたんですけれども、やはりどこに向かって、まず市の理念、市がどういうふうに、守谷市をこう町づくりしていきたいのかっていうことを、私ちゃんと答えられないんですね。ちゃんと調べてパッと聞かれた時に、聞いてます、この大学の方でも、はじめ話も聞いてるはずなのに、パッとこうですよね、答えられない自分がいるなって改めて思ったのと、でじゃあそのところでいろんな団体が、市民活動団体がある中で、皆さんがどういう方向に向かって、動こうとしてるかっていうところを、共同森屋さんの方でちゃんと把握することで、またその理念を連絡協議会のところで、理念が同じ方向を向いてるかっていうところが共有できれば、方法は違っても、あ、同じ方向、みんなあっち向いてた、こっち向いてたっていうふうにならないかなとか、改めて理念っていうのはそういうところですごく大事だなって、日々過ごしてて自分の活動一生懸命になってたら見えなくなって、みんなこういうふうに違う方向向いてて頑張ってるっていうことが出るわけですけど、大きなところではここで、それぞれの活動はどういう向かってやっているのかっていうところでは、あ、そういうふうに工夫していることが、手をつないでやっていくっていうことのつながりになっていくんだなとか、で自分はじゃあどういう理念でどういうことをしていきたいのかっていうことを改めて考えさせていただく、すごくいい機会になりました。改めて考えていくと、またどんどん広がってきちゃって見えなくなってでこんなあわあわしてるんですけれども、でもお話を伺って、これだけずっと丁寧に一歩一歩本当にお話を伺ってて、もう
混乱していく私なんかは、あ、こんなに情熱を持って、あ、情熱もすごく、情熱が大事なの。情熱を持ちつつでも、バーンとしないようにちゃんとそこを皆さんでお会いしながら話し合っていきながら現実的なところを一歩一歩進めるっていうことっていうことの大事さとか、仲間がいるとその辺も、あ、気持ちが楽だなとか、一人で突っ走ってあわあわする必要もなくなるんだなとか、いろんな人のつながりの中で、あ、これはね、こういうことがあるよっていうふうに助けていただいたり、まさしくこう市民が市民のためにこう動く場っていうか、豊かな生活につながっていくのとは、孤立する人が少なくなったり、防災の時にいざとなった時に安心な場とかっていうことが作れる、いろんなことにつながっていく場になって、その可能性っていうのがいっぱいある場だなというふうに改めて思いました、はい、まとまりませんが すごいね、すごいね、あわあわしてました。俺も何回か出たけど、あわあわところじゃない、なんだかよくわからないまま終わっちゃったって言われたけど、すごいですね、それだけまとめられて、ね、いや、もうこんなもんじゃなかったんですよ、話されてたから。そんなこともない、書くだけ書いてまだ消化してないんです。消化してない。共同モリアっていうのは、いろんな市民活動を支援しながら全体としてうまくいくような、なんかそういう立場、うん、っていうことですかね。代表があるから、ね、代表はそこにあるでしょ。代表なんですよ。かっこいい代表。ちゃんと僕の方いいですか。もういっちゃうの。共同盛り上げ、もう少し盛り上げないですいくらでも伺いたいんですけど、ね、東京のもせっかく、うん、まあね、それはあんまり、じゃあ僕ですね、東京の北区マンション管理組合というところのメンバーなんです。で、北区内 の、 マンション管理組合の人たちが集まっていろいろやろうということなんですけど、だからそこは入ってるんだけど、たまたま大田区、大田区マンション管理組合ネットワークの例会っていうのがあって、そこに行ってきました。何で大田区仲間を見に行ったのか、敵情視察に行ったのか。いや、どんなことやってるのか、状況かな。なるほど。で、区ごとにあるのね。区ごとにある、それは歩くとない区と、要するに NPO とかなんかで任意団体でやってる、これ両方とも NPO、大田区は任意団体、任意団体、北区が NPO、 NPO で、団体の目的が3つあって、防災対策、それからマンションの価値をどう上げるか、それとマンションのコミュニティをどう作るかと、ことで、まあ、その時々の課題とかなんかを勉強したり、意見交換したりとかいうのをやっているのが分かりました。で、3番目なんでしたっけ、同じことか、コミュニティの形成、住人のコミュニティの形成、大事なところです。それで防災はもう方針も、防災というのは重要になってるし、区の方針も重要になってるんで、防災関係の資料をたくさんいただいてきて、東京は本当に進んでるなと、いう感じでしたね。で、まあそういう環境で、まあ、防災のこといろいろ考えられるってのは、やっぱり東京のそういうこういう団体はすごい恵まれてるなと。すみません、どういうところが進んでるって。まずマニュアル。マニュアル。マニュアルが。で、よく考えてる。で、
ば、例えば震災が来た時の避難はどうするか、所詮避難しようと思っても2割程度の収容施設がないしかないというのはもう分かってて、で避難しようとしても2割以上の人は避難しようとしないと。で神戸の時 もう施設は2割ぐらいの収容人数あったんだけども2割弱だったということで、残りはどうなのかと。そうするとその自宅避難、自宅避難に対してどういうのかというようなことを、それから整備すべきもの、自分で何を整備すべきかとかというような話があって、そういう中で例えば簡易トイレ、簡易トイレなんかが非常に都内は重要で、昔はマンホールの蓋を開けてそこにこういうふうに立ててなんてことを考えてたんだけども、最近はその話なくなっちゃったなというのが同じようなことで、要するに水が流れるものだから、そうすると自分のトイレにまずはビニールの袋を見て、まず水とかなんか漏れないようにして、でその上に今度は袋を置いて、でそこにねおしっことが起きるようになって、それを一日縛って集めといて、後でゴミ収集させるとか、でいうのが、まあトイレの問題がすごい、頑張って都内の防災の中で進められているのかな、下水流しちゃいけないんです。下水が、下水は水が流れないから、流さないで処理する方法になってるんですね、というようなことで、本当にね、そういう身に詰まったことをどうするかっていうのが一生懸命勉強してなって、自分たちもそういうのをちょっと勉強しなしてるかなと、現実的に起こりうることをちゃんと、その辺は東京都が出してる防災の黄色いマニュアルがあるじゃないですか、あれ普通じゃなくて薄いからの、その例えば自宅避難に特化したマニュアルとか、ああなるほどね、この感じっていうのはコンクロエットの言わないな、いいやつでしょうか、はい、おいおいおい、せっかくですので、こんな話をしたよというのを、あ、はい、すいません、じゃあ、ないですよね、 A4 の紙はないですよね、口頭で結構ですので、ちょっと簡単にご紹介いただく時間取りましょうかね、はい、書くのももうそこまでで結構ですので、それぞれのグループ30秒ぐらいで、はい、こんな話しましたと、はい、最後のあたりの部分だけご紹介いただければ OK でございますので、はい、じゃあこちらからいきますか、はい、もう本当ごくごく簡単に結論の部分だけで結構ですのでね、2年目的中小企業の協力を含めた明確であり、課題を含めてメンバー方に協力することです。2つ目が発信力を高める。発信力では今この活動していることに対する課題であるとか、問題であるとかも含めてですね、この自分の時が悩んでますか、こういうこと目線が必要性も含めて、今の現状とかゴミ拾いだとしたら言えなかったゴミが、そのちゃんとやられた住民の方がやられないような仕組みのままで続いている、それはいけないので発信して皆さんにもちゃんと気づいていただいて気になろうと、そういうことも含めてですね、発信力を高めましょう。はい、2つ目です。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあこちらもちょっと簡単に、まあこんな感じかなっていう、このようなあるマンション管理組合というか、マンション管理組合ネットワークというところに行って、いろいろお話を聞いてなくしてたんですけども、中でいろいろ勉強した中で、簡易トイレ、
というのは震災の時に必要だなと。で、簡易トイレというのは作り方、頭なんかも学習してきまして、すごい簡単にできるので、もしかしたらこういうことをこれから一生懸命考えていかないといけないかな、なんて思いました。以上です。はい、ありがとうございます。ということでございました。30分でバシッと区切ってしまいました。すみません、はいはい、個人の話が言ってなくて、はい、皆さんのが、はい、もうそれで結構でございます。はい、今回のこの30分間の話し合いの目的がですね、実はもちろんインターンの、ね、体験から学びを抽出するってところ大切なところなんですけども、もう一個大切なことがあって、でそっちに今日は力点を置くので、中途半端かもしれませんが、もうこれで終わりです、この話し合いは。はい、これだけが目的ならね、延々と続けたいところなんですけども、目的がここだけではないので、ちょっともう中途半端かもしれませんが、もうこれで一旦一区切りにします。でちょっとグループでもう一回少しだけお話をいただきたいんですけど、頭をガラッと切り替えていただきます。話し合いの振り返りということをします。振り返りというのは話した中身、つまりインターンで学んだこととか、地域活動で大切なことっていうのは一旦脇に置いちゃいます。自分たちの30分間の話し合いってどうだったのかなっていうところをちょっと振り返りたいんです。で例えばですけれども、30分間どういうふうに進めましたかねとか、あるいは最終的にね、結論をまとめましょうねっていうことになりましたけど、どういうふうにまとめようとしたのかねとか、話し合いをしてる時、あるいは30分で終わりですって言われた時にどんなふうに感じましたかとか、あるいはその話し合いに自分はどんなふうに関わっていたのかなとか、はい、こういう観点でちょっとだけ振り返ります。自分たち自身の30分間の話し合いってどうだったんだろうねっていうのね、はい、もう雑談レベルで結構です、ここは。はい、で時間もそんなに長く取れないので 3,4 分です。はい、ちょっと こんな感じで気になったところだけで結構ですので、 3,4 分で30分間の話し合いをちょっとだけ振り返りの雑談をしていただいてよろしいですかね。はい、いかがでしたでしょう。Thank you.
ございます。じゃあちょっとそのあたりでね、一区切りにしましょうか。はい、ありがとうございます。もうすでになんかファシリテーターとかっていう言葉も登場してますけども、そうなんですね。あの今日のテーマ、あの手元の資料にもあります通り、ファシリテーション力を磨くっていうのがテーマなんです。で、今この話し合いを振り返ったことと今日のテーマっていうのはすごく密接な関係があるんですね。で、簡単にちょっと解説をしていきますとですね、これお手元の資料にないんですけれども、ファシリテーションとかファシリテーターっていう言葉、すごく難しいです。あの説明がとってもややこしいんですけども、とりあえずファシリテーションって言った時には何かをすることであって、ファシリテーターって言ったらそれをする人っていうね、とりあえずそこだけ一旦まず押さえます。ファシリテーションっていうのは何かをすることで、ファシリテーターって言ったらそれをする人だ、コーディネーションとコーディネーターと同じですね。で、じゃあファシリテーションって何なのかっていうことなんですけども、もともとはラテン語でファシリスとかファシリテって言うんですけども、イメージとしては簡単にしてあげるっていう、それだけです。ファシリテーションっていうのは簡単にする、容易にするっていうことなんですね。で、日本語に訳すと何かを支援するとか何かを促進するっていうふうに訳されます。ファシリテーションというのはお手伝いをすることだと、支援する、促進する、もうそれだけの意味です。ですので、ものすごい広い意味の言葉なんですね。ただ今私たちがファシリテーションという言葉を使うときには、だいたい人と人との関わりを支援する、促進するという意味で使うことが多いんですね。で、かつ人と人とが関わるっていうことは、だいたいそこに話し合いってものがつきものなので、話し合いのファシリテーションという意味で使うことがすごく多くなっています。もともとの意味はものすごく広い意味なんですけども、まあまあ基本形としては話し合いの支援促進っていうふうに使うことが多いということでございます。で、ファシリテーションっていうものを考える時の最大の肝って何かなっていうと、まあ、お手元の資料のね 8-1 ファシリテーションとはどのようなものかの2つ目の黒ポチあたりにあるんですが、支援促進っていうのが最大のキーワード。まあそれはそうですよね。ファシリテーションとは何かを支援する、促進することなんだって言ってるわけですから、当然支援促進っていうのが最大のキーワードになると。で、支援促進っていう言葉のイメージを明確にするために、指揮管理っていう言葉と対にしてみました。
違いを際立たせるために極端な言い方をすると、指揮管理っていうのは、極端な言い方ですよ、自分の思う通りになるようにみんなを動かすっていうことだと思うんです。要は自分の中にも答えがある、その通りになるようにああしてねこうしてねっていう形で関わっていくのが指揮管理だとすると、支援促進っていうのは多分逆で、みんなが進むべき方向に進めるように自分を動かすっていう発想だと思うんですね。自分の思う通りになるようにみんなを動かすのではなくて、みんなが進むべき方向に進めるようにお手伝いをする、後押しをするっていうね、そういうニュアンスなんですね。だからみんなが進むべき方向に進めるようにっていうのがまた重要なところなんですよね。何でもかんでもお手伝いしますよっていうのとはまたちょっと違うのかもしれないっていうことですね。で、じゃあどうやって支援促進するのか、例えば話し合いをしましょうって言った時に、どうやってそれを、ね、良い話し合いになるようにお手伝いをしていくのかっていう時の最大のキーワードは3つ目の黒ポチにあるプロセスっていう言葉なんですね。こいつがちょっと厄介なんですけれども、ファシリテーションっていうのはコンテンツを直接的に扱うというよりもプロセスに意識を向けて、プロセスに働きかけていくんだっていうんですね。で、まずコンテンツって何かっていうと、コンテンツというのは中身です。中身、ね、例えばコンテンツオブザボトルだったらボトルの中身水ってことですよね。で、話し合いにおける中身って何かっていうと、まさにみんなの口から出てくる意見やアイデアがコンテンツです。例えば今回の例で言うと、どんなことをインターンでやった、学んだ、何が大切だと思う、そういうその問いに対してみんなの口から出てくる意見がコンテンツってことになります。で、それを直接的に扱うわけではない、それで何か自分の持っている方向に誘導したりするのとはちょっと違うよっていうことです。みんながそれを考えやすいように、あるいはみんながそれをまとめやすいようにお手伝いするわけですよね。で、どうやってお手伝いするかっていうと、プロセスに意識を向けて、プロセスに働きかけるっていうんですね。じゃあプロセスとは何かというと、コンテンツ以外の全てなんですねなんか厄介な話ですけど、コンテンツ以外の全てなんです。一番イメージしやすいプロセス、プロセスっていう言葉、経過とか過程、ね、時間の流れに関して使われることが多いですよね。ですので話し合いの進め方とか手順、これが多分一番イメージしやすいプロセスだと思います。例えばみんなで旅行に行こうって話になった、どこに行こうかって話し合いをしている、いろんな意見が出てきます。山とか海とか温泉とか、ね、でその山とか海とか温泉っていうのはまさにコンテンツですよね。みんなの口から出てる意見ですよね。で、そこで頭がいっぱいになっちゃうんじゃなくて、そもそもこの話し合いってどれくらいの時間かければ決められるのかなとか、どんな手順で考えていくとみんなが決めやすいのかな、これはまさにプロセスに意識を向けているっていうことですよね。進め方、でも進め方だけではないんです。先ほどコンテンツっていうのは口から出てきた意見やアイデアだというふうに言いました。で、プロセスというのはそれ以外の全てだと言いました。ということは口から出る手前の部分、つまり感じ方、気持ち、そういったものもプロセスに含まれるわけですよね。あれ、なんか急になんとかさん表情曇っちゃったけどどうしたのかなとか、なんとかさん本当に納得してるのかなとか、そういったところにも意識を向けていくことができるし、あるいは関わり方っていうのもありますよね。関わり方には2種類あります。まずはその人が話し合いにどう関わっているかっていうこと。例えばある人はものすごく熱くなって前のめりになってる、ね、旅行の行き先について話してる時、もうどこの温泉超おすすめ、あそこ以外考えられないみたいな感じで熱くなってるけど、隣の B さんはもうどこでもいいよ早く決めてみたいな感じで冷めてるとかね、全然その温度差とかってありますよね。そういう話し合いの関わり方とか、あるいは A さんと B さんの関わり方みたいなのもありますよね。 A さんは B さんに対してはいやいやそれは違うよねみたいなことがこう率直に言えちゃうんだけど、 C さんに対してはあそうですねみたいな感じで顔色を伺っちゃうとかっていうのも関わり方ですよね。そういう進め方とか感じ方とか関わり方とか捉え方とか決め方とか何々の仕方っていうところ、つまりどのようにの部分ですよね。
どのように進めていくのか、どのように感じているんだろうか、どのように関わっているのか、どのように決めればいいんだろうかっていう、そのどのようにのところに意識を向けていろいろな働きかけをしていくのがファシリテーションだっていうふうに言えるわけなんですね。で、じゃあそういうファシリテーションっていう働きがあるとどんないいことがあるんですかねっていうのが 8-2 のところなんですけども、これもちょっとキーワードでまとめちゃいますと、最大のキーワードが参加っていう言葉だと思います。またイメージつかみやすくするために出席っていう言葉と対にしました。出席と参加、やっぱりちょっとイメージ違いますよね。どんな感じですかね、出席っていうのと参加っていうのの言葉のイメージの違いを、ちょっとだけグループで、これも雑談的で結構ですので1分ぐらい短い時間ですが、出席と参加って言葉でどうイメージします？ありがとうございますそんな感じですよね、うん、やっぱり出席の方がちょっと消極的受け身な感じで、参加の方が能動的な感じ、なんかただいるだけとかね、話聞いて帰るみたいなのが出てましたけども、出席って確かにそんな感じですね。出席簿に丸がついていれば出席ですよね。でも参加したかどうかわからないみたいなね、極端な話出席簿に丸つけた瞬間にカーってね熟睡しちゃっても出席は出席ですけどね、一切参加してないなとかね。あと式典には出席だよねって話がありましたけど、確かにそうですよね。結婚式の招待状が届きました、出席いたしますですよね。参加いたしますとちょっと前のめりすぎて怖い感じしますよね別にあなたが主役ってわけじゃないんですけどみたいなね。でも二次会になると参加ですよね、二次会参加する人みたいなね、やっぱり無意識に使い分けてるんでしょうね私たちね。面白いですねでまあ会議とかだとどっちもとりあえずは使えるかと思うんです。でも出席者っていうと私のイメージだとやっぱりそれこそ答えを持って帰る人って感じですよね。決まったことだけメモして帰るみたいなね、うん、で参加者っていうとその答えを作り出す側に回ってる感じですよね。なので要はみんなに参加者になってもらいたいわけですよ。なんかそこで話してることが自分とは関係のないどっかの誰かの話ってなっちゃうんじゃなくって、なんか大切なことなんだってみんなが思える、その自分ごと感というか当事者意識というか主体性というか、やっぱりそういう風になってもらいたいなって。特にねその地域活動とかだと、ね、そういうのがないとなかなかつまらないし続かないのでね、やっぱりみんなに参加者になってもらうための働きかけっていうふうに言うことができるかなと思いますし、もう一個キーワードを挙げるとすると相互作用、まあ、これはいいですよね。一方通行じゃない、なんかずっと聞いてるだけでもないし自分だけが喋ってるのでもない、お互いに触発し合う刺激し合う、その中でこう新しいアイデアが生まれたりするね、なんかそういったところを大切にしていくっていうのもあるのかなと思っています。で、まあそんな感じのファシリテーションなんですけども、特に話し合いのねファシリテーションっていう意味で使うことが多いよねっていうことなんですが、まあこれからねいろいろな活動をやっていこうと、ね、それをまあ組織なりネットワークなりでやっていこうって言った時にはどうしても話し合いってものがね不可欠なわけですよね、うん、まあいろんな呼び方します。会議、打ち合わせ、ミーティング、カンファレンス、寄り合い、ね、呼び名はいろいろですけど、まあこれがなかなかうまくいかないわけですよね、うん、どんな風になっちゃうこと多いですかね。そのいわゆるダメ会議こういう話し合いって嫌だよねとか、こういう話し合いってストレスたまるよねみたいなダメ会議ってどんなのあります？ご自身の体験でちょっとまたこれもグループで本当まとめたりする必要はないので雑談レベルで結構ですので、 1,2 分ダメ会議ってこんなんだよねっていうのをちょっと出してみましょうか。
見えるんだね。じゃあまたちょっと短い時間で恐縮ですが、とりあえずそのあたりで一区切りということで、まあいろいろありますよね、うん、でよく言われます、そのかあのいろいろあるのでなんかこうパターン化できるんじゃないかみたいな感じで、そのダメ会議いくつかのパターンみたいな、ね、のがよく言われます。でそのうちの1個をご紹介しますけれども、よくその ダメな話し合い3つに分類できるみたいなことを言う人がいるんですね。でこれちょっとお手元の資料にないので、ふーんっていう感じで画面ご覧いただければ十分なんですけども、会議でこういう字書きますよね。で漢字ってやっぱり一個一個意味がありますよね。会一堂に会するの会ですから集まるってことですよね。で議は議論の議ですから、まあ、意見出し合うってことですよね。で集まって意見を出し合うのが会議にもかかわらず、それがうまくいかない1個目のパターンは1個目のパターンは会して議せず、集まったんだけども意見が出ない、シーンとしている、あるいは特定の人だけが喋っている、それは演説ですよね、会議ではないですよね、っていうのが1個目のパターン。2個目のパターンは一応意見は出てきました、意見は出てきたので、そういう意味で議論で議することはできたと、議することはできたんですけれども、議して決せずだから噛み合わないとかずれるとかまとまらないとか時間ばかり長いとかっていうのは、なんかこの辺りかなという気がするんですね。決まらないですね。3つ目のパターン、一応結論は出ましたよと、決まったんですけど決して動かず実行につながらないっていうね、話し合いなんてね所詮手段じゃないですか、その地域活動においては、ね、話し合って何かをするとか何かを変えるってところが重要なわけで、そこにつながらないとそれこそ何だったのかねみたいなことになっちゃうんでね、うん、ということで、会して議せず、議して決せず、決して動かずっていうのがダメ会議の3つのパターンだよなんていうのをよく言ったりするんですけど、私はもう1個あると思っていて、それ何かというと、そもそも会せずっていうやつですね。集まらないあの職場の会議とかだったらある程度強制力もありますけど、ね、ボランティアベースでやる地域活動とかだとそもそも集まらないっていうのがありますよね。でもこれ仕事でもあるんですよ、こう会せずっていうの。どういうことかっていうと、人はいるんですそこに、でも気持ちが集まってない。さっきの言葉で言うと出席者ばっかり、呼ばれたから来ました、ね、早く終わんないかな、いや内職しちゃうみたいなね、そういう人がいっぱい集まってても本当の意味で集まったとは言えないですよね。でそう考えると会せずっていうのはいろんなところであるですね。ので4つですか、会せず、議せず、決せず、動かず、このあたりがまあダメ会議の典型的なパターンかなと思うと、逆に言うとこの4箇所にうまいこと働きかけていけば話し合いって良くなるんじゃないかなと思うんですね。なのでお手元の資料の 8-3、ね、ファシリテーションにおける具体的な働きかけとはということで4つ挙げています。ちょっとざっと見ていきますと、まず会するための働きかけですよね、話し合いの土俵を作ってみんなにきちんと乗ってもらうということですね。
集まるっていうのは空間と時間を共有することですよね。同じ時に同じ場所にいるってことですよね。その共有っていうのはすごく大切なキーワードになるんですけども、でも時間と空間を共有してるだけじゃなくって、まあ、意識とかも共有したい。そもそも何のために集まってるんですかねとか、今日はどこまで話すんですかねみたいなものを共有するってね、話し合いの土俵を作ってみんなにきちんと乗ってもらうっていう、まあ、準備段階からスタートしているのかなと思います。で、無事返することができたら今度は返して偽せずを防ぎたいわけですよね。シーンとしてしまうのでもなく、特定の人だけが喋っているのでもなく、みんなが思いや考えを言葉にできるようにしたい。そのための働きかけ、ね、話し合いの活性化って、ね、言っていますけれども、まあ、例えて言うならばバーベキューで炭火を起こしていくようなもんですかね。こう真っ黒い炭のままではいつまで経ってもバーベキューになりませんし、一箇所だけゴワーって炎を上げて燃えていたらそこだけ焦げてしまいます。同じようにシーンとしているのでもなく、特定の人だけが喋っているのでもなく、みんなが思いや考えを言葉にできるようにする、そのための働きかけ。そうすると共感ってものが生まれるんじゃないかなと思っています。共感と同感は違いますよね。別に同じじゃなくても共感はできる。ああそういう考え方もあるんだっていうのも共感の一つですよね。そう考えるといろんな角度からいろんな意見が出てきた方が共感の幅が広がる、ね、そのためにも、みんなが思いを言葉にできるようにしたいねということです。で、無事に義することができたら今度は義して結節を防ぎたいわけですよね。決まりやすくする、ね、どうすれば決まりやすくなるのかなっていうと、やっぱりある程度の交通整理っていうものが必要になってくるかなと思うんですね。話し合いの構造化なんていうふうに書いてありますけれども、うんね、ちょっとこう交通整理すると関係性が見えてきたりして、ああそうか、さっき A さんが言ってたことと B さんが言ってたことはこういう関係があったんだみたいなものがね見えてきたりもする。そうするとやっぱり考えやすくなるし決めやすくなるんじゃないかなと思っています。で、最終的に動くね、実行につながるっていうところですけれども、実行につながるかつながらないかってやっぱり納得度がすごく大きいですよね。やっぱり地域の活動っていうのは強制で動くものではないので、いかにみんなが納得できるかってところがすごく重要になる。そのためには誰かが考えて誰かが決めた答え、押し付けられた答えではなくって、みんなで考えてみんなで決めた答え、ね、自分たちで作った答えなんだって思う得ないとやっぱりなかなか実行につながりにくい。そのために、まあ、異なる意見とどう向き合うかっていう対立解消とかね、あるいは合意形成、ね、合意を形成するわけですよね。合意ですね。同意を取り付けるのと合意を作るのはやっぱちょっと違いますね。同意を取り付けるね、これでいきます、いいですね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 、じゃあこれでいきますみたいなね、同意を取り付けるっていうのと意を合わせていくっていうのはねやっぱりちょっと違いますよね。そのためにどんなことができるのかなみたいなところが、まあ、最終的には重要になってくるのかなと思います。まあ、こんな感じでね、介する、義する、決する、動くために多分いろいろな働きかけがあるんじゃないかなと思っています。で、今日はいろいろあるんですけど2つだけ、はい、ちょっと選んでみました。この2つだけでも随分話し合い変わるんじゃないかなと思って、15ページですね、 8-4 基本となる2つのね、会議力ということなんですけども、1つ目が、まあ、介するのところにとても強く関係するんですが、オリエンテーションっていうものなんですね。オリエンテーションという言葉は時々耳にしますよね。でもあんまり意味を考えないで使っている言葉の代表格みたいなものかなと思っています。オリエンテーションって何ですかって改めて言われると、最初にやるやつですみたいなねそれぐらいしか言えなかったりするんですよね、うん、オリエンテーションって何なんだろうと思ってですね、気になって調べてみました。そしたらですね、なんと東を向くという意味でしたオリエントとかオリエンタルって言葉がありますよね。あれと同じとこから来てるんですね。昔ヨーロッパで教会を建てましょうっていう時に、すいません祭壇どっちですかって話になるわけですよね。
ので、じゃあ太陽が昇ってくる方角にしましょうよと。で東に祭壇で、こう西に入り口みたいなね、つまり方向付け、オリエンテーションというのは方向付けなわけです。やっぱりそうやってね、教会を建てる、家を建てるって言った時に方向付けが大切なのと同じように、私たちが何かをしようって言った時にはやっぱり方向付け、みんなが同じ方向を向くっていうのはすごく重要になってくる。話し合いでも同じ、ね、だからやっぱりオリエンテーション、まあオリエンテーションなんて言葉は普段は使いませんけれども、方向付けってすごく重要だよねっていうことなんですね。で具体的に言うと、ゴールと進め方、この2つを明確にし共有するっていうことが大切なんだろうなと思っています。まず1個目、ゴール、ね、ゴールっていうのは終わった時にどうなってればいいのかねっていうのがゴールです。今日の話し合いが終わった時に、例えば目の前に何があればいいのかなっていうのがゴールです。ゴールなんですよ。ゴールを明確にし共有したいんです。で要は議題の書き方みたいなもんです。議題の書き方、世の中で最も多い議題はホニャララについてです。ホニャララについてはテーマです。何について話すかは分かるんですよ。でもでどこまで話すのっていうのがゴールですよね。何についてどこまで話すのかの両方が知りたいんです。旅行についてじゃなくて旅行の行き先を決めるだとテーマとゴールが分かるわけですよね。秋の親睦旅行について話し合いますだけだとテーマしか分からない。テーマしか分からないと頭が動かないので、何を言っていいか分かんないから、まあとりあえず座ってようになっちゃうか、あるいは逆にものすごくそのテーマについて興味関心があると自分の言いたいことを話します。だから旅行って聞いた瞬間に日程のことが頭にある人は日程の話をします。行き先に興味関心がある人は行き先の話をします。予算が気になっている人はお金の話をします。でもうわけわかんなくなっちゃいますよね。だからテーマだけではなくて、ゴール終わった時にどうなっていればいいのかなって、ね、やっぱり一度に1個のことしか考えられないので、例えば日程と行き先と予算を決めたいんだったら、日程1、日程を決める、2、ね、行き先を決める、3、予算を決める、みたいな風になっていると、あ、この3つが明確になっていれば今日の話し合いは終わったって言えるんだなっていうのが分かりやすいですよね。そんな感じでテーマだけではなくってゴールが分かるように議題を書いてみようっていうことと、それが見えてきたら今度は進め方も考えてみましょうということです。まず大切なのはお尻の時間です。よく会議がね、なんかこう招集通知みたいのをもらうと午後3時からとか書いてあったりするんですけど、大切なのは何時までってところです。それが分かると持ち時間が分かりますよね。30分なのか1時間なのか2時間なのか、1時間なら1時間、どんな風に進めていこうかな、30分なら30分、どんな風に進めていこうかなっていうのをざっくりとでもいいのでイメージしてみる。それが進め方を考えるっていうことです。事前に考える、それが明確化ですよね。でもそれだけでは不十分です。大切なのは共有です。その場にいるみんながきちんと理解して初めて意味があるわけですよね。だ最初にきちんとそこを確認する。今日はここまで話し合いましょう。でこんな風に進めていこうかなって思うんですけど、どうですかねって言ってから始めるっていうことですよね。ゴールと進め方、ちなみにですけど、今回の30分間の話し合いをね、やりましょうって言った時のゴール、これでしたね。地域活動のポイントを3つ程度にまとめるっていうのがゴールでした。
で、進め方として、まあ、別にこれに限らないけれども例えばこんな進め方あるよねっていうことで、まあ、まずはねやっぱりそれぞれ体験をお話ししたいと思いますので体験を今日こうお話しした上で、で地域活動のポイントっていうのをこうちょっと言葉にしてみんなでこう上げていってみて、でそれをこう3つにねまとめていくっていうのをまあまあ10分ぐらいずつでいくといいかもね、これぐらい緩くてもいいので進め方をね、考えてみましょうっていうのがオリエンテーションでございます。もう一個ご紹介するとすると特に決する、ね、交通整理のところに密接に関係するんですが見える化というものです。書きながら話し合いましょうということなんですね。書きながら話し合いをするとずれにくくなるしまとまりやすくなるなっていうふうに思っています。なんでかっていうとものすごくシンプルなんですね。理由は逆になんで私たちの話し合いって噛み合わないとかずれるとかまとまらないってなってしまうのかというと理由はものすごくシンプルです。言葉というものが口から出た瞬間に消えてしまうからです。一瞬で消えてしまうものをずれないようにするとか噛み合わせるってもう至難の技ですね。なので目で見える状態にすれば噛み合いやすくなるしずれにくくなるしまとまりやすくなるんじゃないかなって思うわけです。まあ可視化する保持する、ね、でこの書きながら話し合いましょうっていうとですね時々誤解をされてしまうんですけれども、ああいつもやっています、ね、ちゃんとメモ取りながらやっていますっていうふうにおっしゃる方が多いんですけどもちょっと違うんです。一人一人が手元でメモを取るっていうのとは別なんですね。具体的に言うとどういうことかというとみんなの見えるところにみんなに見えるようにリアルタイムで書くっていうことなんですね。みんなの見えるところに書く、一人一人が手元でメモを取るのとは違うよっていうことです。一人一人が手元でメモを取ることの目的は記録です。記録というのは話し合いが終わった後で必要になるものです。あの時どういう話し合いだったんだっけって確認をしたり、その場にいなかった人にこういう話し合いだったんだよって伝えるために私たちはせっせとメモを取っているんです。でもここで言っているのは記録ではなく目的が見える化です、可視化です、視覚化です。それを見ながら話し合いをしたいんです。だから一人一人が手元でメモを取るのではなく誰か一人が代表してそのメモを例えばホワイトボードとかあるいはちょっとテーブルの上に紙を広げたりとか、今回は A さんの紙ありますよっていうふうに言いました、ね、一人一人がちっちゃく手元でメモを取るんじゃなくてみんなでそれを見ながら話し合う共通のメモを取るっていうのがこのみんなの見えるところに書こうねっていうことです。そしてみんなに見えるように例えば A さんの紙をテーブルの真ん中に置いたとしてもボールペンやシャーペンでちまちまって書いてしまうとちょっと見えにくい、やっぱりある程度の太さ大きさが必要だよねっていうことで今回マーカーがありますよね。太く大きく書くことによって見える、そしてリアルタイムで書く、これはちょっと極端な言い方をすると決まったことを書くのではなく決めるために書くんだっていうつもりで書こうねっていうことです。こういうグループワークとかで、ね、こういうお道具があると最終的に話し合って結論が出てからそれを清書しますよね書いていただきましたけども作品を作りますよね。それじゃないよっていうことです、ね、出てきた意見をとにかくどんどん書いていくっていうことだよ、ね、なぜかというと決まりやすくするためにやってるからです。決まってから書くわけじゃないですよね。書くから決まるよって言ってるわけですから決まってから書いたんじゃ遅いっていうことですよね。とにかくどんどん書いていく、落書きレベルでもいいから書いていってそれをみんなで見ながら話し合いをすると
やっぱり今何を話しているのか、どんな意見が出てきているのかっていうのを見ながら話し合いをした方がやっぱりスムーズだろうなというふうに思うんですね。ということで、他にもいろいろありますけれども、今回は2つだけ、ね、最初にゴールと進め方をきちんと、ね、明確にし共有する、そして書きながら話し合いをする、ね、これを徹底するだけでもだいぶ話し合いって変わるんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、私自身はこのファシリテーションというのを一番専門にしているので、もっともっとやりたいところでありますが、お時間も限られていますので今日はこの2つだけと、ね、いうことにさせていただこうと思います。なんかこのファシリテーションとか話し合いの進め方に関して気になることとか確認したいこととかありますかね。はい、はい、うん、いろんな考え方があります。で、ですね、最終形としてイメージしているのは、なんかね、誰か一人がファシリテーション、大きなファシリテーションを振りかざすっていうのは違うかなと思ってるんです。みんながちょっとずつお互いがお互いを支援促進するみたいな感じでうまくいくことって結構多いと思うんですよね。それが多分理想なのかなと。なんかこう、私はファシリテーターですみたいな感じで、もう その人だけがファシリテーションするっていうよりも、なんか話し合いの時も、あれ今日って何決めなきゃいけなかったんだっけって A さんが言って、ああそうそう、ちょっとそこ考えなきゃねとかで、やってるうちに、あ、ちょっと私書きますわみたいな感じで書く人が出てきたり、なんかこう誰かが言ってる時に他の人がわーって喋ってしまって言えないままになってる人に気づいたら、その人がなんかさっき言いかけてなかったみたいな感じでちょっと背中を押してあげるとか、そんな感じで自然なちっちゃいファシリテーションをみんなが持ち寄れば多分十分なのかなというふうには思うんですね。でもいろんな考え方があります。で、次回リーダーシップっていうのがテーマなんですけども、そこでもまたこのファシリテーションに関連する話が出てくると思いますので、はい、要はリーダー的な立場の人がファシリテーターであるっていう考え方もあるし、あるいはおっしゃっていただいたように事務局的な感じの人がちょっと中心になってファシリテーションするっていう考え方もあるしみたいな、いろんな考え方ができると思うので、もう正解はないと思うんですね。いろんなパターンで自分たちに合うのを見つけていければそれでいいのかななんていうふうに思っています。大丈夫ですか？何か気になることとか。さあ、でですね、全然ファシリテーションとはまた離れてしまうんですけども、もういよいよね、このプロジェクトももうゴールが近くなってきております。改めて、ね、そのインターンで学んだことも踏まえて言葉にしてみようということで、一応宿題としてはですね、企画シート B というのが16ページにございます、ね、改めて私が取り組む課題は何なのかな、それを解決する方向性はこんな感じなのかな、ね、いうところを言葉にした上で、活動の概要、ね、3つの W でしたよね。どんなことを目指して、どんな人と一緒に、どんなことをしていくのか、ね、Why, Who, Whatで、さらにさらにちょっと細かいところもできれば考えていけるといいねということで、残りの4つの要素があります、ね、細かい具体的にどんなことするのかなとかね、あるいはどんな体制で行うのかな、ね、主体と連携先って2つありますよね。で、いつどこでやるのかな、ね、差し当たってどれくらいのお金が必要になりそうで、それってどんなふうに確保できるのかなみたいなところも考えていくと、要はもうこの要素が明確になっていると、例えば何か助成金に応募しようとか、そういった時の企画書、どんな企画書にも対応できます。この要素が明確になっているってことが逆に言うと必須、それがないとなかなか、
そういう助成金補助金の、ね、申請とかっていうのも難しいなというふうには思っていますので、まずはちょっとこの16ページのシートね、ご自分のできる範囲で結構ですので考えてみようと。はい、もうだってあと2回ぐらいですもんね。ですよね。はい、ですので、次回できればちょっと他の人にこんな風に考えたんだみたいにね、紹介できるようになるといいなと思っています。これあれですかね、なんかあの書いていただいたのをコピーして全員が見るとかっていうのも可能ですか。可能です。可能ですかね。当日ですか。後日でも。後日。はい。当日。当日。スタッフの一緒に。コピーしてれば間に合います。事前提出はでも厳しくないですか。ね、当日できれば。できますね。はい。はい。であればぜひ他の人に見せるつもり、別にあのこの紙を使わなくても OK ですので、自分で新しい形してで、あんまり細かくなくて OK ですので、はい、あのもう 2行ぐらいずつでね全然大丈夫ですので、でじゃあ次回一旦それを朝来たらみんなで名前書いて渡してっていうふうにしてみましょうか、ね、はい、そのつもりで、はい、ちょっと大変ですけどもやってみましょうか、はい、ということで、はい、お時間になりましたので今日はこの辺りでございます。じゃあ、はい、一旦事務局にお返しいたします。朝一番でいらしたら受付のところに出していただきたいと思います。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。